右側の海も素晴らしいけど、左側の池もすごいな。こんにちは、栄太郎です。現在秋田県男鹿市寒風山回転展望台に向かって車を走らせています。今回は標高355メートルの寒風山の頂上から見渡す限りの景観を紹介する動画です。男鹿市は人口2万3000人程度の自治体で、日本海に突き出た半島男鹿半島を有する町として知られています。前回男鹿を訪問したのが今年の1月なのですが、寒風山は冬の間は休業するため、楽しむのは冬が終わってからと見送っていました。この動画を見ると寒風山回転展望台がどんな場所かわかります。動画の目次は概要欄をご覧ください。ちなみに僕は青森県の景観を中心に投稿しています。町村部から市街地まで取り上げているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画いいなと思ったら高評価もお願いします。まずはじめに秋田県道55号寒風山パノラマラインと呼ばれている県道をどんどん登っていきましょう。この辺りから視界が開けてきて、景色の見え方も変わります。道路沿いにパラグライダースクールが見えたのですが、飛行体験ができるようです。30分9400円は高いのか安いのか分かりませんが、ヘリコプターの飛行体験は5000円で楽しめるのを見たことがあります。こちらの寒風山パノラマラインは日産の電気自動車のコマーシャルの撮影でも使われています。今走っている県道は直進すると国道101号と接続して男鹿の市街地に入ることができます。これだけ景観がいいとバイクで楽しむ人にも人気があるのも納得です。はい、駐車場に到着しました。ここから階段を使って展望台まで行くのが一般的なアクセスです。展望台は17時までですが、駐車場は24時間開放しています。展望台の目の前にも数台分の駐車場があるのですが、そちらは足の不自由な方向けということです。ちなみに展望台にはエレベーターがなく、1階から展望フロアまでは螺旋階段のみということです。この螺旋階段のみという文言がネットでも現場でも至るところに書かれています。バリアフリーが十分ではないので、足の不自由な方は慎重に訪問する必要があります。それでは展望台まで歩いていきましょう。右側の海も素晴らしいけど、左側の池もすごいな。勾配がきつい。到着すると最高の景色が見られるはず。到着。おお、すごい。受付は終わっていますが、営業はまだやっているはずです。誰もいないな。到着するのが30分早ければ入場もできたのですが、今回は無料で楽しみます。レストランのラストオーダーは14時半でした。実質昼食としての利用のみでしょう。15分程度の滞在だと思うのですが、結局従業員の姿を見ることはありませんでした。後日確認したら、ソフトクリームの販売は最終受付の16時40分の時点で客がいなければ機械を止めると伺いました。 AR 体験で寒風山を学ぶこともできるようです。建物の横に階段があるので屋上に行くことができそうです。おお、回転展望台とは高さが数メートルしか変わらないと思うので、屋上でも同等の景観を楽しめそうです。いやー、美しい。
カメラを東に向けています。スマホのカメラでは難しいと思いますが、光学30倍の望遠ができるカメラを使えば秋田市の市街地まで見ることができました。背の高い建物は秋田港にあるセリオンだと一発でわかります。右に見える赤い看板は経図電機秋田中央店、やや左に見えるのはイオン土崎港店ではないでしょうか。ちなみに展望台は13分間で1回転するとのことです。寒風山は火山だったことを示す案内がありました。火山活動は約3万年以上前に始まったと書かれています。おお、なんか道が面白いくらいにくねくねしてるな。十分景観を楽しんだので駐車場に戻ります。駐車場のそばに大きめのモニュメントがあるのが見えたので近づいてみたいと思います。誓いの御柱と呼ばれているそうで、五箇条の御誓文が刻まれている記念碑ということです。日本史ではおなじみとのことですが、僕は歴史に強い興味がなくて間近で見てもピンとくるものはありませんでした。誓いの御柱から望遠で撮影しています。小賀の市街地、国道101号沿いにあるロードサイド店舗はよく見えます。画面奥には巨大なマハゲのオブジェも確認できます。駐車場で30分くらい休んでいたら太陽が沈んで美しい夕日に変わっていました。昼から夜に切り替わる時間帯も楽しむことができるでしょう。では山を降りて小賀の市街地に戻ります。上りも美しい景観でしたが、下りも違う見え方を楽しむことができます。山を降りると右側にエネオスのガソリンスタンドが見えるのですが、こちらのガソリンスタンドを過ぎて最初の交差点が県道55号から県道54号に変わるポイントです。県道54号から国道101号に変わる交差点に近づいています。右折で道の駅、左折で秋田市や能代市の方向です。このまま直進すると秋田港くらいであれば30分かからず到着すると思われます。秋田駅であれば45分といったところでしょうか。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。